はい、ありがとうございます。それでは、次第の3番でございますけれども、まず表彰式の前に発表ということになります。で、今日お見えいただいております小和田先生を審査委員長として審査を行いました結果、グランプリ、準グランプリ特別賞で、毎年特別賞は3点あったんですが、今回はそこにも次第のところにありますように2点ということになりました。で、それでは発表いたします。まず特別賞から発表したいというように思います。発表したらちょっと何やるリボンじゃないわバラかをつけていただきたいというふうに思います。それでは特別賞の一つ目でございます。番号が1から51まで、ございますので、37番大阪狭山健康福屋連合さんが特別賞ということになっています。で、次の2点目特別賞、そこにありますように、生き生き写真クラブさんが特別賞ということで決まりました。まあ、後ほどまた先生から公表を、この公表は皆さんに非常に好評でして公表の字が違いますけれどもそれぞれまたお聞きいただきたいと思います。それでは次に準グランプリでございます。ここにありますように、大阪狭山市熟年生き生き事業実行委員会情報交流という作品でございます。どうもおめでとうございます。で、最終のグランプリにつきましてはNPO 法人の南中円卓会議さんということで決定でございます。南中さんも毎年こう出していただいているんですけれども、特別賞も入ってなかったんですね。今回はボーンとグランプリということで、いただいてスキルがだいぶ伸びたということでしょうね。おめでとうございます。それではここで表彰式に移らせていただきますので、じゃあ橋本社長前の方に出ていただいて、これはまた特別賞からじゃなくて今度はグランプリから表彰式を行いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしいですか。はい、それでは、グランプリ NPO 法人南中円卓会議の奥代表様、どうぞお願いします。賞状チラシ大賞グランプリ NPO 法人南中円卓会議殿、非団体は市民の力登録団体を対象とした第3回チラシ大賞に応募され、当初の通り最も優秀な作品を創作されました。これはチラシ大作成普及に大きく貢献するものであります。よってここに賞状並びに記念品を送り、これを賞します。令和2年2月22日大阪狭山市市民活動支援センター所長橋本美穂、おめでとうございます。どうぞお座りください。商品券でございます。金額は内緒にしておきましょう。高額でございます。それでは次に、準グランプリですね。大阪狭山市熟年生き生き事業実行委員会情報交流ご代表様、どうぞ前にお進みください。賞状
仕出し大賞準グランプリ大阪狭山市熟年行き来事業実行委員会情報交流部努力非団体は市民の力登録団体を対象とした第3回チラシ大賞に応募され当初の通り優秀な作品を創作されました。これはチラシ作成普及に大きく貢献するものであります。よってここに賞状並びに記念品を贈りこれを称します。令和2年2月22日大阪狭山市市民活動支援センター所長橋本岩尾、おめでとうございます。はい、どうも、どうぞお座りください。はい、次に特別賞でございます。大阪狭山健康福屋連合ご代表様、どうぞ前にお進みください。賞状チラシ大賞特別賞大阪狭山健康福屋連合努力非団体は市民の力登録団体を対象とした第3回チラシ大賞に応募され当初の通り優秀な作品を創作されました。これはチラシ作成普及に大きく貢献するものであります。よってここに賞状並びに記念品を贈りこれを称します。令和2年2月22日大阪狭山市市民活動支援センター所長橋本さん、おめでとうございます。では特別賞最後でございますけれども、生き生き写真クラブご代表様、どうぞ前へお進みください。賞状チラシ大賞特別賞生き生き写真クラブどの非団体は市民の力登録団体を対象とした第3回チラシ大賞に応募され当初の通り優秀な作品を創作されました。これはチラシ作成普及に大きく貢献するものであります。よってここに賞状並びに記念品を贈りこれを称します。令和2年2月22日大阪狭山市市民活動支援センター所長橋本、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。どうぞお座りください。どうもありがとうございました。今、所長がこれずっと令和って言ってきて令和2年2月22日でこれ2がずっと並んでるんですね。え、猫、猫の日、今日は、そうですか。猫、今日そしたら猫のちょっと何匹か連れてきてあげたらな。ありがとうございます。それでは続いてですね、それぞれまたこういう映ります前に記念写真ということなんですけど、ちょっとコメントを先に。今回円卓南中円卓さんがグランプリということだったんですけど、今回はいけそうな感じしてました。全くしておりませんでしたけども、このチラシでこの賞状をね。サロン未来の方に入りたいと思いますんで、きっと大勢のボランティアの方が募集に来てね、申し込みいただけると思いますんで楽しみにしております。ありがとうございます。また次回も一つどうぞよろしくお願いいたします。中谷会長どうですか。去年も交流をいただきましたね。優秀な方がそん作り方がおられて非常に優秀な方がおられまして、毎年いいのを作ってくれております。私は一応実行委員会の代表ですんで情報交流部員ではありませんけれども、ね、部の方が作ってくれまして部として発表しておりますので、非常にいいのを発表する喜んでおりますので、ありがとうございます。グランプリはまだでしたね。グランプリぜひ次回はそうですね、ホップステップジャンプで、ね、狙いましょう。行きましょう。はい、よろしくお願いします。横でなんか言ってました。
そうはいかんねんっていう。藤谷さんも、昨年度も、昨年度何でしたか。特別賞です。あ、特別賞。特別賞。ちょっとそれ特別賞抜けやないからだな。そうですね。じゃあ次回は。次回はぜひグランプリ、まず手順がありますのでね。準グランプリ。これから順番に行くと。ありがとうございます。いきいき写真クラブさんも今回初めて。そうですね。ね。いつも冷やかしで出してたんで。冷やかしで。たまたまだった。そうですね。ありがとうございます。しかし、まあ後で公表ございますけれども、非常にですね、皆さん、マークを年々ねされております。感服しております。じゃあここで記念撮影ということで、前へ来てもらったんですかな。ちょっとそしたら、あ、ここでいい？とりあえず。先生。はい。よろしいか。ホームページ等で載せさせていただきますんで、じゃあ真ん中にちょっと椅子、皆さん悪いですけど、力仕事を前に持っていって座っていただきますかね。じゃあお席で、橋本所長と尾形先生後ろで、まあ、立っていただいて、花を添えていただくちょっと女性やったらよかったけれども、よろしくございますか。宇治川さん、少女をちょっと立ててちょうだい。え、そんで。よろしいですか。よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。今一度拍手を。